6月11日、今日16日小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、ドラゴンアイス。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ琉球酒造、あ、失礼しました、琉球酒豪伝説の有限会社下地の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。6月16日第11回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型トーク番組です。今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブということで、ここでパーソナリティの紹介をしたいと思います。まずは私から。カリカリ梅大好き、5つの国の血が流れる一人グローバルのニーナです。そして今日も声だけ参戦、達也です。そして海が大好き、バーベキューが大好き、ビールが大好き、ミッチです。この最高の4人でお送りします。今日は金ちゃん、金ちゃんがお休みです。はい。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 アドレスはすべて小文字で 797@fmginowan.com、 懸命にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。そして今回のトークテーマは貧乏。昔はお金がなくてこんな風に過ごしていた、無一文からここまで這い上がってきたなど、お金って大事ですよね。皆さんからの貧乏なエピソードお待ちしております。ちゅうことで、はい、貧乏ですよ。貧乏、貧乏でしたね。貧乏いや、初っ端からこんな感じなんだ。貧乏か、貧乏エピソードね。なんか皆さん貧乏になったことあるの？うちのドラゴンアイズのメンバーは。ありそうだな、ありそうだな。俺はもう親のすねをがぶってるからさ、結構貧乏までは行ったことないんだけど、うん、もし急に朝起きて無一文になってたらどうするかなってちょっと考えてみた。はい、考えてみて。お母さんに電話するからまたこんなおさらがぶるね。確かにね、貧乏、そうね、貧乏エピソードだったら、うん、私自身がね、なんかね、すごく追い込まれることはまあなかったような気もするけど、うんうんうん、東京に上京してる時にやっぱり今月末とかこの給料日前とか、例えばそういう時だったら、うん、手作り弁当を作るようにしてた。なるほどね、外食を控えるみたいな。そうそうそう、抑えて、それぐらいだよね。でも本当に貧乏になったら、うん、多分雑草とかにも手を出すはず。なんでそこに雑草なの？本当になくなったら、もうちょい食えるやつあるだろう。なんかでもさ、本気で貧乏になったらやっぱさ買えないじゃん。買えないね、うん、なんかどうやってサバイバーだよね。もう貧乏になったら雑草とか、まあ、道端の花の蜜を吸うとか。犬のおしっこ飼ってるかもよ。え？ああ、そういうことね。犬の、うん、でもさ、言ってられないじゃん。本当。エネルギーに変えるために蜜を吸うとか。そういう感じぐらいかな。発想が長所やね。本当に。君たちはまだイメージでしかないようだ。何？そうね。ミッチはなんかある、ありそうだね、貧乏エピソード。うん、いっぱいある。ね、まずね、18歳の時に、もう無計画で熊本行ったわけ。
無計画？もう別に就職が決まったわけでも何もなく、あってはあった、ただ友達のお家があっただけ。何、うん、旅行じゃなくて、何にも考えてない、もうとりあえず行ったみたいな。そうそう、とりあえず友達のお家居候しようみたいな、うん、その時にやっぱ仕事とか決まらんわけ、うん、簡単には、うん、でその時そのちょうど相棒もお金なくて、うん、2人とも主食が米と味噌だった米と味 噌飽きそうだな、飽きるけど。どうやって食べるの？一応米を炊く炊飯器はあるわけ？あ、あるあるし、うん、やっぱたまには料理するけど料理の材料がないわけ。あ、おかずでしょ？おかず、おかずがないの？おかずか、買うお金がないから、うん、だけどやっぱ調味料はあるわけ。醤油まぶして食べてみたり、うん、米に。でもさ、うん、お米って結構高いんじゃない？じゃあお米はやっぱお金ある時にバッて買うから。あー、なるほどね。そう、残ってるわけ。まとめ買いした主食だけでおかずなしで生活みたいな。そうそうそう、だけどやっぱ飽きるから白いご飯だけだったら、うん、一回水で米、あ、ご飯を一回水、お茶漬け封じで、ああああ、お湯、しかもお湯なんだねお茶漬け封じ、そうそうそう、それで味噌を乗っけて食べるあ、じゃあ味噌汁風、なんか味噌汁に米タックはしたみたいな。そうだね、考えたらそれ味噌汁に米猫まんまみたいな、そう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 、感じなんだ。雑炊風 ね、うん、この時期はよ、本当に沖縄帰りたい、お母さんのご飯食べたいと本当に思った。お母さんのご飯美味しいよね。へえ、結構ミッチーってあれなんだね、うん、貧乏生活、うん、いっぱいあるよ。他にもなんか出てきそうだよね。あと一個あったのが、愛知県に一回出稼ぎ行ってて、うん、だけどやっぱ行った当初ってお金がないから携帯切れたわけ。もう携帯払うお金もないから。でそれからしばらく2週間後ぐらいに、なんでか知らないけどポストに封筒が入ってたわけ、うん、なんでか誰か見たら、見たらお母さんだわけ、うん、元気ですかってお手紙来てた携帯切れてるから連絡が取れないからよ、ね。なるほどね。じゃあ携帯切られて挙句の上に連絡手段は手紙。一応住所は最初でこっちに住みますよってお母さんに教えてたからすごい、超貧乏じゃんじゃあ携帯も切られた時期もあったんだ。うん、若い時はねちょいちょいやったな、携帯代払えなかったな。なるほどね。今は携帯10台持っても大丈夫。本当に？何それ、結構きついと思うけどきついな、本当？きついな。そしてそしてメッセージも来てますよ。サウロの心さん、はい、貧乏家庭で育ちました。どうもサウロお兄さんですこんにちは。こんにちは。あ、こんばんはか。こんばんはです。夜だね。こんばんは。貧乏エピソードサウロの心さんお願いします。何かエピソードありますかね。ね、なるほど。サウロの心さんも貧乏家庭で育ったってことは続々とエピソードありそうですよね、うん、待ってますのでちょっと教えてください。そして他にも来てますね。いつものいつものミッドナイトスターさん、お、ありがとうございます。お腹痛い、ブラックサンダー食べ過ぎた。ちょっとね趣旨とまた違うメッセージ来てますけどね、相変わらず面白い。金持ってんな。あ、ブラックサンダー買えるってな、うん、お腹いっぱい食べるっていうことは、うん、これはリッチメンが来たぞ。これはすごいな。ブラックサンダーっていくら？32円。安っでもお腹痛いぐらい食べちゃったからね。あれからね、うんうん、なるほど。ってことは、あの、大人買いして食べてるんだね、うん、ミッドナイトスターさんは。さすが。はい、というわけで今回のトークテーマは貧乏です。たっちゃんある？はい、え？イメージはこのなんかお母さんにすねかじるとかじゃなくて男らしく行こうよ。あ、じゃあ本当に本当にガチで金がねと、うん、給料日はまだ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 。どうかな。じゃあ何、今から働かないともうダメって状態？働くけどお給料はすぐにはもらえません。お金なくなったらやっぱどっちかじゃん。誰かに借りたりするか。ダメ、借りたらダメ。プライドを持とうよ。稼ぎに行くか。うん、でどっちかって言ったらやっぱ稼ぎに行くじゃん。うん、お金は食べれませんよ。え、お金食えんけど買うやん。そうか。え、どういうこと、どういうこと貧乏になったらどうやって生きていくかみたいな。そうそうそう。じゃあ分かった。じゃあ逆に1ヶ月1万円生活があるさ。あー、某番組のね。そうそうそう、うん、あんな感じでいける？あ、でもさ、頑張ったらいけると思う。例えばスーパーとかの、まあ、5時以降とかでちょっと時間が遅くなると30円半額とかなる時を徹底的とか、うん、なんかね、スーパーとかじゃなくて市場に行くとか、なんかこの
直売店みたいな、農家から直接買うとか100円とか、あるよね、道路にね100円のね、そうそう、徹底的にやったらできそうじゃない、1万円 で、 できそうご飯代はね、ああそっかそっか、携帯代で消えちゃうけど ね、まあ、ね、生活費とかだったら本当に大変だけど、まあね、でもうちのおじいちゃんはさ、うん、昔戦後はセミを食べたって言ってた。あ、そう、セミって食べれるらしいよ。何味なんだろうね。でもきっと聞いたことあるリスナーさんもいると思いますけど、おじいちゃんおばあちゃんたちって結構いろんなの食べてるよね。テレピアとかね。テレピアは知らない、何それ。テレピアは来る、テレピア美味しくないって聞いたよ。魚、うん、て魚もう本当に針食べる、もう糸に針つけて垂らしとけば勝手に釣れちゃう。あ、なるほどね、貧乏アイテムだね。まあ、わからん。何それ。まあ、ボラもそうかもしれんけど、だってちっこいのはね、餌つけなくて釣れるんだったらだいぶ安上がりじゃん。うん、ガムとかでも釣れるもん。ガムで釣れんの、テレピアは。練り餌と勘違いしてね。かわいそう。じゃあちょっと釣りもいいかもね。釣りね、だけど釣り竿とかがね。うんうん、お、来ました。お、エピソード届きましたね。はい、ミッドナイトスターさん。俺の友達のグシ君が死に貧乏だわけ。うん、この間遊びに行ったらサーターアンダギー4等分でリンゴみたいに出てきて、お母さんが言ったのが、ごめんね、先月落雷にあってさって意味が分からなかった落雷にあってからお家の修理代かないや多分どういうこと。サーターアンダギー丸々1個じゃなくて4等分だから、その時のお母さんが言ったのが、先月落雷って言った、あの雷が落ちたってことでしょ。じゃじゃね、しかもさ、この間遊びに行ったっていうことは出ようってないに。あ、最近雷すごかったもんね。あ、ね、昨日の夕方もすごかったよね。落雷が起きてサータンダギーが4等分になって出てくるっていう状況が一切わかんないけどね。こけてないのもすごいよね。すごいな、このエピソード。ね、グシ君すごい、ファイト君、ファイト、貧乏に負けずに頑張ってください。まるまる1個食べれますように、サータアンダギーが。あれだろうね、あのミッドナイトスターさんが来なかったらまるまる1個食べれたんだ、ね、あー来んねやと思ったんだ。おかよってかな、4等分3系と思ったんだ。そしてサウロの心さんからメッセージいただいています。はい、お小遣いも買えなかったから、中学生の頃から新聞配達してお小遣い稼ぎしていた。初めての給料はヨーヨー買った。これハイパーの方かな。ハイパーだぜ。ループザループ。ループザループね。うわ、なんかドラマみたい。新聞配達してお小遣い稼ぎを中学生の時にして、うん、初めてこれで買ったのが、うん、ヨーヨー。ヨーヨー。なんかそういうのなかった？ガバイばあちゃんみたいなさ、小説。なるほどね。でなんかなかった。俺あれだったよ、小学校の時おばあがこれ買ってきてっていうさ、だいたい1000円とかもらうさ、必ず100円取ってた。え、どういうこと、どういうこと。あ、じゃあ俺もお小遣いとかなかったから、おばあちゃんと過ごしただけ1年間、おじいちゃんおばあちゃんのお家で1年間やって、お小遣いっていうのがなかったわけ、だから買い出しとかタバ買ってきてとかビール買ってきてとかいう時に50円とか数サー取ってた。猫ババってやつ。猫ババ、なんかずる賢く生きてたのね。そうしないとね、サンティも買えんよや。なるほど。え、私幼稚園の時、土掘ってたら100円見つけたし、それで帰り道に駄菓子屋さんみたいなところで飲んだサンティ。そういう時に買おう、駄菓子はうまいよね。うまいよね。でびっくりじゃない、でも土に入ってた。できれば警察に届けようね。100円だぜ。マジよ、いいしな。いや、幼稚園児だからね、分かんなかったんだよね。今だったら届けます。100円だ、届けよう。届けます。はい、ということで僕らは善良な市民だよ。 CM に行きます。
今回のテーマはブルーピンポン。めっちゃテンション高いけど、皆さんからの貧乏メッセージをお待ちしております。ギャップすごいよね、貧乏って言ってるけど貧乏ですからね皆さん。はい、ということで続々とメッセージが来ていますので紹介したいと思います。どれから行こうかな。ミッドナイトスターさんから。高校の頃死に貧乏だったさ、うん、前の席の人にアイスパンお願いってから多分8万くらい恵まれたはず。アイスパンって何？アイスパンお願い？ 8 万ぐらい恵まれた。え、アイスパン？俺のも買ってってこと？え、アイスにパンを挟んでるってこと？あ、間違えた。ん？パンにアイスを挟んでるってこと？わかんない。アイスパン、まあね、食べ物を恵んでもらったわけね。そんな感じじゃん。で、多分8万円ぐらい恵まれたってことでしょ？やば！すごいね。すごいね。ラッキーですね。ね。はい。そして、じゃあアゴベルト中里さん。海岸で瓶拾って監禁してた世代。え、何監禁できるの？あ、瓶監禁できるさ、1本10円だよ。嘘？そうなの、知らなかった。だから昔は販売機の隣にそういうのがあったって瓶入れるの、うん、へえ。何入れたら10円がチャリンってくる？だあるんじゃ分からんけど、俺もこれ昔聞いたことある。へえ。サウロのあれもあるよね。あ、ごめん、タバコの灰を一生瓶に詰めたお金もらえる。あ、あれはね、なんか花屋さんによったら1万円って言ってたけど。へえ、何になるの？え、お金になるよ。肥料肥料として使うから。うん、だけどそうそうたまらんよ。あれマシン、マシン屋にないと絶対たまらんよ、あんな花。うん。なんかサウロの心さんからも、コーラの瓶をスーパーに返したら50円もらえたって来てます。結構もらえるね。へえ、50円も返ってくるの？50円でコーラ飲めるってことでしょ？え、コーラ、あ、そっかそっか、100円でコーラ買って、50円で飲めてるってことだ、ね、うわ、じゃあこの期間もリサイクル法は完璧やね。ね、へー、面白い。ウィンウィンやん。へー。はい、あとミッドナイトスターさん。俺昨日ヒロキックスに脅されてコーヒーおごらされた。マジウッドのくせに足元見るから怖い。これは許せないね。許せないね。え、どういうこと、どういうこと、ね、さっきのヒロキックスがミッドナイトスターさんにマジコーヒー飲みたいやつさって言ったってことでしょ？大変だよこれ。あの、年下なのにね。リスナーの皆さん、ヒロキックスさんはさっきパソコンカチャカチャしたでしょ。 FM キノワンでそう働いてるスタッフなんですよね。で、うん、そのヒロキックスさんに脅されたって、うん、コーヒーをおごらされたわけ。冗談でしょこれは。冗談です。もう全く。みんなリスナーさんもお茶目なメッセージですからね。そしてアゴベルト中里さんからです。はい、これなんだろう。ホームサイズ拾えた時の勝利感、これ何？だからさっきの瓶じゃん。大きいのホームサイズっていうの？いや、わかんないけど、あ、2リットルみたいな感じだ。 お家で飲むようなサイズ、ね、海に落ちてるんだね。すごい。ちょっとかっちゃんさん、ひふみさんからもこんばんはとメッセージいただいています。こんばんは。ミッドナイトスターさん。違うところで音が出た。待って、これいいはず。何？ミッドナイトスターさんね。死に販売機の下探してた。パチンコ屋のドブが死に儲かる。縄張り争いやばい。いいね。これじゃああれだね、なんていうの、まさにこのリアル脱出するための。うん、そうなんだ。パチンコ屋のドブの方が儲かるんだ。儲かるね。落ちてるってこと、瓶がみんな落としちゃうんじゃないかな。そこに落としてて、お金のことだよねこれね。お金違う、販売機の下ってことだから。あ、でもさ、あ、違うかも、瓶かもね。あるよね、お金たまに落ちてる。落ちてるよね。うん、両替機とかゲームセンターの両替機とかに取り忘れた、あるね、小銭とか、たまに、ね、俺昔販売機関係だったらやつだけ、うん、販売機どかすさ、必ずお金落ちてる、必ず。へえ。やっぱ奥のとこは取れないもんね。取れないしね、見えないしね。ちょっと落としてからかがむのも大勢の前でちょっと恥ずかしい気もするしね。最近はさ、あの販売機は受け皿みたいのがあって落としづらくなってるけど、うん、昔のこう入れるやつってまあ落とすよね。カランカランコロンコロンって言っていったら取れないしね。500円とか100円いっかってなっちゃうしね、またね。え、500円はちょっと手入れちゃうな。あ、てたちゃん取っちゃう、取っちゃうな。ちょっと頑張る。はい、じゃあまたまたリアル、逆のリアルね。逆って言っちゃった。サウロの心さん、
幼い頃に親が離婚してから一時期パンの耳ばかり食べてた。あれから金持ちには負けんって気持ちが強い。わー、切ない。ね、パンの耳ばっかり食べてたの。なるほどね、こっからもう負けないぜって気持ちから負けん気は強いはずな、そうだね。サウロの心さん、すごいドラマチックなあの感じですよ、本当に。そっから新聞配達しでしょ、中学生の頃は。あ、ヨーヨー買って、金持ちには負けないぜと。そう、ドラマもガバイばあちゃんみたいなんかのなんか、ね、そうね、うん、負けん気というドラマが見えますね。面白いな。さあ他には、あ、ミッドナイトスターさん、さっきの続きかな。サザンヒルのゲーセンやばいからさ、お金ちゃ落ちって落ちてるって。サザンヒルゲーセンもね、落ちてそうだね。ゲーセン落ちてるよね。うん、それもある。結構落ちてるね、お金、タバコの販売とか。もしかして沖縄、あとあれも聞いたことある、大きいお祭りの後に、あ、俺行った中学校行ったら串川祭りの朝めちゃくちゃお金落ちてるらしいね。落ちてる落ちてる、うん、これはマジ落ちてる。行ったの？行った、中1の時。いや、間違えた、あるさはい、花子さんからメールが来てます。ありがとうございます。こんばんは、花子です。貧乏の話、実家から離れて、本土で一人暮らしの時、給料日前は質素なご飯だったな、今は美味しいものを食べれて感謝感謝ですね、といただいています。ありがとうございます。まあね、そのために仕事頑張るってのもあるかもね。そうか、実家から離れてな、本土に行った時は質素なご飯。どんな感じの質素なご飯だったんだろう。米に味噌さ。でもわかんないよ、ほら人それぞれ。そうそうそう、米に味噌もいるし、もしかしたらもやしだけもいるしね。もやしだけもいるし、うん、いそう。安いしね、パンの耳もあるし、ね、うん、卵焼きだけとかもいそうじゃないね。卵焼き、卵や卵しか食べてないとか。あ、みんなのさ、この俺これコスパ最高だぜっていう、俺あるよ、貧乏なんていうのアイテムとか。俺ある、アイデアあるかね、貧乏アイテム、うん、なんか貧乏な、まあそうだね、聞きたい。なんか、うん、これやるとコスパいいよとか、この食べ物はコスパが良くて栄養価が高いとか、うん、いいね、聞きたいですね。乗り越えれる道何。ゆで卵。ゆで卵。ゆで卵、意外とかわいい。ゆで卵言ってしまったけど、ゆで卵。ゆで卵バカにすんじゃねえぞ。なんかさ、生卵じゃダメ。うれうれ。あ、じゃあ生卵お腹に残りますか。え、残らない。ゆで卵は食ってる気がするさ、お腹も満たされるわけ。気の持ちようだよ。そんなことも経験してないくせにさ、俺にアビアビサンケ。何言ってるんですか、本当にもうはい、いきますよ。ひふみさんからです。小学校自分首里祭りの翌朝、5000円ぐらい拾って歩いたって来てます。やっぱ祭りだとね、酔っ払いがね、転んでからポケットから落ちらずな、お金。てか5000円って大きいね、大金だ ね、うん、だね。小学校の時に5000円だったらやばいよ、ね、何でも買えちゃうよ、ね、カリカリ梅。みんな分かんなかったけど、今だったら届けるよな。今だったらもう皆さんもちろん届けましょうね。ああ、届ける届ける。俺はあの時の気持ちは忘れてね。はい、ポケットに吸う。いや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 、今届けましょうね、はい、ということで、うん、他には、あー、なんか多分コスパのいいご飯かな、紹介してくれてます。ミッドナイトスターさんが、ご飯にホリデーマーガリン。これテンプレやね。うん、これはね、鉄板。美味しくなさそう。これがなんかでも結構よく聞くぜ。これだってあれよ、普通に食堂にもあるさ。え、嘘。あ、どこの、あのどこだったかな、吉原のところのご飯屋さん、ファミマの向かいの、うん、あるよ。今はあるか分からんけど。いくらなんだろう。これコスパの、コスパが良くて、これは何、体に良くて栄養価も高いの、ご飯にホリデーマーガリンは。ちょっと美味しいよ、ちょっと。まあ美味しいってだけだろうな。おデブになりそうな感じだけど。そう、なるほど、ね、超カロリー食だよ。さあ、そしてお、メッセージ初投稿ですかね、もしかしたら。お、マチオさん、あ、マチオゴーパチさん。高校の時、昼飯代に500円もらってたけど、バイク貯金するために毎日昼飯時は友達に弁当箱の蓋借りて、1組から10組まで弁当あさりに回ってた。毎日結構集まるので太り気味でした。あ、めっちゃ食ってるやん。しかも、学校でかくない、10組まであるって。そうね、でか、マンモス校だね。ね、でもさ、これ結構勇気いるんじゃない。
まあ、けど高校って意外とそういうのなくない？あ、そうだね。俺も友達がお母さんから作ってんの、なんかダイエット食べないとか、俺200円で買ってたもん、いつも。あら、へえ、それいいね、安いね、うん、ただお母さんの弁当は食べてあげよう。ね、すごい。じゃあ町尾さんは 初投稿ですか？じゃあと思います。ありがとうございます。これからもメッセージお待ちしております。はい、さあサウナの心さん、はい、ご飯の上にタルタルソース。でも美味しいのこれ？マヨ系は最強じゃない？これ何？これあれでしょ、このさっきのマーガリンの話でしょ、皆さんなんか続々となんかご飯の上に何々みたいなのを送ってくれてますけれども、タルタルソースで、あと待て、これ待って、ちょっときついかも。ヒーフーミーさん、てかご飯あるだけリッチャー。確かに。ほら、米あったら米だけあればもう貧乏じゃない。ね、そりゃそうか。気づいたか。確かに。本当の本当のあれはね。うん、もうみんなあのホリデーマーガリンをガチで食うか。うん、そうだね、マシン屋のドブイカンな。そうね。じゃあそりゃもう。すごい。じゃあご飯の上にタルタルソースとか、うん、マーガリンとか、あとはバターライスとか、うん、そのあたりが皆さんおすすめっていうことだわけね。やっぱみんな米がある前提だね。まあ、ね、でも小学校の時のさ、担任の先生は牛乳かけてたよ。は？給食の時に、そう、ご飯に牛乳。先生がな？うん、もう定年前の方だったんだけれども、もうえみたいな、びっくりして、牛乳合うよ、やってごらんって言われて、私牛乳苦手なので6年間飲んでなかったのでやらなかったけど、うんうんうん、飲んでた、あのご飯にかけてた、いる、そういう人いるの？あ、俺なんか小学校5年4組の先生は牛乳を1年間ベランダに溜め続けてた。何それ、腐れ、はい、これガチでよ。マジで。やだ、先生だから5年4組しかもうまくだらけで、これ投げるわけ、牛乳、奥さどうなるか分かる？腐れる、腐れるんじゃない？腐れてどうなるか分かる？匂うんじゃない？うん、固形物になる。じゃただの汚いもやめ、良い子の皆さんは真似しないでくださいね。そうよ、はい、待って、ひふみさん、ご飯に牛乳ってハゴさよ。ちょっとしたデザート、あー無理だな。久美子先生に言っておきましょうね、ひふみさんね。ハゴさよって、うん。面白い。はい、じゃあここで曲1曲紹介してもいいですかね。イーティンキン、もう一回言おうかな。誰誰？いや、紹介していいって言って、いいよって言ってもいいよ。ありがとう。それじゃあ紹介します。イーティンキングでハレルヤ。ドラゴンダイブアワード今やっ、
たの？ありがとうございます。ありがとうございます。マッチオ58さん、曲じゃなくて放送に声が入ってたんです。マッチオ、なんでマッチオか、マッチ、マッチさんなのかな。マッチオ、お茶漬け食べ、花子さん、こっちだったら20歳ご飯が少なくてもありがとうございます。あー、あれだね、俺が味噌食べてたって言ったからね。うん。おばあちゃんは、これ後で紹介しよう。これもいいんじゃん、あの、うんうん、あの、ここの部分。これいいんじゃん、これいいんじゃん、全部。ドラゴンダイブアワード。今ね、皆さん、ドラゴンダイブアワードの候補をいっぱい。懐かしい、終わったと思った。じゃあ開けようかね。まだ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 。お送りしたのは E.T. キングでハレルヤでした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました。続いてはこのコーナー、ドヤ顔ラーニング。はい、このコーナーでは明日から使えるかは分かりませんが、思わずドヤ顔で言いたくなるようなフレーズを皆さんから募集しております。皆さんのドヤ顔フレーズありますか？やっとやってきましたね、このコーナーが。2回目ですね。前回ちょっとシュールな感じで終わったんですけども、はい、まあうまくいく方法としては、こんな場面でこんな風にかっこいいこと言ってみたらいいんじゃないかとか、うん、みんなの募集してますよ。はい、じゃあまずたっちゃん、レオ、これね、ちょっと、うん、早速なんだけど、うんうん、ちょっと俺が考えてたやつで、はい、失敗したやつなんだけど、うん、ちょっと言っていい？うん、失敗したやつ、うん、はい、あのかっこよくやったつもりがあんまかっこよくなかったっていうやつね、うんうん、ちょっとあの俺が屋台に入った時の話なんだけど、うん、いらっしゃい何しますって言ってもらっていい？じゃあみち、はい、いらっしゃい何にしますか？とりあえずビールと適当に串焼いてもらえるかな。うわ常連層かゆー。そうそう、なんかさ詳しい、俺屋台慣れてるぜ感を出したかったんだよ、昔の俺は。初めて入ったの。で、俺ちょっと屋台慣れてるぜ的な感じで、あ、とりあえずビールと串みたいな感じでやったら、あの大将が、何します？あ、適当で。野菜と肉どっちがいいですか？あ、肉？みたいなやりとりが1分ぐらい続いて、普通に注文すればよかったと思いました。笑いの神降臨せず。そうそう、失敗したやつなんだけど、あのみんなこういうのはやめような。じゃあ逆に俺は逆、そのパターンの分かるバージョンあるよ。はい、自分が常連でいつもお昼によく行くお店があるわけ、うん、でもう本当にいつもので通るわけ、うん、でそのいつものに返ってくる言葉、はいはいはい、言うよ。じゃあたっちゃんが俺ね、うん、でいつものって言って、あ、すいません、いつもの牛汁一丁。微妙。え、どういうこと？全然ない。なっちゃん微妙。じゃあ俺がいつものって言ったら、いつも牛汁頼むわけ。うん、俺がいつものって言ったら、その人が後ろの人に牛汁一丁って言うわけ。なるほどね。その時のが俺知ってますぜみたいな感じで言ってんだ。そうだけど、お前の場合は。わかりづら。はい、じゃあミッドナイトスターさんのドヤ顔ね。これいいね。うん、いいか。たっちゃん行く？じゃあこれ。ミッドナイトスターさんの明日使えるドヤ顔で使えるこのワンフレーズ、はい、行きましょう。どうぞ。俺、
口先女抱いたぜ。これやばいな。怖っ。多分遭遇したんだろうね。遭遇したって遭遇して、うん、うわってなった時に、うん、抱いたんだろうね。あ、そっちね。そっちですか。なるほど。怖がらずにね。なんか先週聞いてなかったからこのコーナーの趣旨がわからないというメッセージが来てますので、これ2回目なんだよね。そう、実はねこのコーナーまだ浅くてですね、2回目なんですが、もう一度説明するとドヤ顔で決め台詞的な、明日から使えるドヤ顔で言える言葉ワンフレーズを募集してます。 OK ですか。リスナーの皆さんどんどん投稿してください。私たちが紹介しますので。もうシンプルなやつでいいよね。じゃあ俺シンプルの見つけた。はい、はい、朝日スーパードライ。いいねー、こんなのスーパードライ。これいいよね。スーパードライ超かっこいいよね。ああいいねいいね、ドヤ顔で、そう、こんな感じね。誰にでも伝わるみたいな。これなんだろう。じゃあひふみさんからのドヤ顔ラーニングいいですか。いきますね。はい、ほっとく。多分これさっきの続きだろ。なんでこれ、なにこれ。違う、さっきのやりとりの続きだよ。あー、なんでほっとくっていうなんか食べ物かなと思っちゃった。あのね、韓国にあるのそういう確か食べ物が。あ、じゃない、え、わかんない。韓国にあってほっとくって言ってなんかパンケーキみたいなことをドヤ顔で言うのかなと思った。あ、そうですね。じゃあ次行きましょうか。ケインさん。はい、俺、12月の那覇マラソン出たいです。出よ。頑張って頑張っていけると思います。誰でもなんかドヤ顔だからさ、うん、出るぜって言ってほしいね。あ、確かにドヤ顔で言えるからね。そうそうそう、出ちゃうぜみたいな。え、じゃあ、あ、これいく？うん、じゃあ佐賀県さんからのドヤ顔ラーニングです、うん、俺、リューティースーパーライブのステージ上がった。ガチのドヤ顔やん。ガチやんな。え、皆さん知ってます？リューティー、リューティーさん。わかんない。わかんない。あの、リューティーさんっていうアーティストがいて、うん、先週ワンマンライブだったんですよ、うんうん、で私も実は遊びに行っていて、あら、4人ぐらいね、なんかね、ピンクの上下着た男性群がわーって想定外で上がって踊ってたんですよね。多分その中の一人なんだと思う。ピンクのあなたですね。そう、坂健さんピンクだったでしょ、洋服きっと。めっちゃ目立ってました、この4人組。なるほどね。あのドヤ顔はこの人ですね。なるほど。じゃあ、待って待って、それに対してひふみさんがワンも上がってよや。ひふみさんも上がってた。そうだ、上がってたよ。こいつはグロだな。いや、でも本当にね、目立ってて2人とも、あ、4人ともね、うん、すごい会場を盛り上げてくれてました。これいいね、あのサウロの心さん。はい、エイトフォーしたか。してません。夏ですからね。夏はね、今から必要ですよね。関係ないけど、エイトフォーの CM なんかキュンキュンくるよね。いやいや、面白いな。まだ来た、面白いの。ひぐみさん、たっちゃん呼んで。たっちゃん行きますか。ビンタン隊と言います。あ、違うの見てた俺。どういうこと、どういうこと。ビンタン隊と言います。あ、その4人ピンクタイツの略かな。ピンクタイツだったの。あ、そうな、そう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 、なんかね、ピンクの上下で揃ってたから、うわ、目立つね。そうそうそう、じゃあピンタイ、ね、タイだったのね、名前ね。じゃあ次、ひふみさんですか。うん、行きましょうか。コンビニ駐車場で輪止めギリギリ一発、駐車後に輪止めに向かってシャーヤが。え、長くてよく分かんなかった。あ、もう駐車場のあれに一発で止めて。もうシャーヤがってことでしょ。どうだみたいな。シャーヤがのとこがどうやがでしょ。あ、そっか、そっか、そっか。あ、まあ、一応このシチュエーションありきのシャーヤが。なるほど、いいね、いいね。今日、あの、この後はドラゴンダイバーアワードで今日一番キラキラしたコメントを1位を発表しますので、 今ありすぎて ねたくさん。これもいいね。ちょっとサウロの心さんいいですか。はいよ。ギャツビーがいいか。エイトホーよりもね。じゃあこれもミッドナイトスターさん。唐揚げ美味しく作るなら
もみもみドヤ顔でね、あえてのね、ねえ、ねえこれはドヤ顔で言ったらダメなやつじゃないかないいじゃん、これはもうドヤ顔でしか言えない味があっていいよね。あれはもっとノリノリで言うもんじゃないかな。こう美味しく作るならね、ほんとそうしないと美味しくならないからね。そうね。待って、これは相当美味しいぞ。続きまして、はい、ひふみさん、はい、マンダム聞いたことある、 CM やん。何それ、何だった、 CM やん。あ、ちょっと待って、これもいいね。サウロの心さんからです。石鹸はミューズだろうが。こだわってるね。ミューズね、薬用石鹸、ね、ミューズのやつね。あ、優しいバージョンもあるよ。ドヤ顔じゃないけど優しい感じね、うん、ミッドナイトスターさん、扇風機は直接当たらない方がいいよ。優しいね。そうだよね、乾燥しちゃうよね、ずっと当たってたら強いやつにね、頭痛くなるよね、カピカピしちゃうからね、うん、優しい、ドヤ顔で言われたいね。じゃあ次、俺個人的な、はい、ウォシファン。え、ウォシファン。え、もういいよ。やろうとすんな。ウォシファン、これは台湾語で愛してるって意味。あー、なるほどね。あ、セクシーにね、ドヤ顔で。セクシーでしょ。なんだった、ウォシファン。もう3回は お腹いっぱいだな。やらすなよ。やらすな。ちょっといらなかったね、3回はね。なるほどね、ウォシファン。じゃあ逆に2位なのは、じゃあこれでいこう。サランヘヨ。愛してる的なやつだっけ。何、わかる、どこの国か。わかる、大韓民国。ピンポーン、合ってんだ。韓国、韓国。ちょっとアイラブユーシリーズですね、今。いいね、ウォシファン、サランヘヨ。じゃあドヤ顔でタッチャン。じゃあ次だね、もう一カ国の言葉でいきましょうか、うん、せーの、ティアーモ。おお、ひねったね。分かった、分かった、分かった、合ってるよね、合ってるよね、合ってる合ってる。超疑問系で言っちゃった。誰、スペイン語でしょ。そうなの、スペイン語でテアモとかティアモはイタリア語とか似てるけど、イタリア語だと思ってたよ。愛してるという意味ですよね。じゃあ最後俺が締めよう。はい、愛してる。はい、はい、じゃあ、はい、気を取り戻しまして、ミッドナイトスターさん、はい、ヤーの車に一途用事落ちてたよや。ドヤ顔でシーシーしたんだ。ドヤ顔で言うのそれ。あ、でこれ斬新か。ひふみさん、ガチャン、ガチャンの方のかね。今からね、時期ですからね、うん、ドヤ顔でね。じゃあ私これいこう。サウロの心さんからのドヤ顔ワンフレーズ。ちゃんとビオレで泡立ててよ。優しいね。めっちゃモコモコにやるやん。モコモコにしてからな。なんかさ、サウロの心さん、さっきからね、あのお風呂系統好きね。ミューズとかさ。ドヤ顔でね。うん、ドヤ顔で言うんだね、ビオレとか。じゃあタッちゃんこれ読んでみよう。マチオさんの読んで、タッちゃん。あ、はいはい、マチオ五八さんね。はい、はい、はい。アモーレ。うぅ、今流行ってますよね、この言葉。そうなんだ。え、知らないのみんな。ほらー、アモーレ。ちゃう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 、違います。あの、ほらほら、あの日本、何、サッカー選手いるじゃない、長友選手と付き合ってて、うん、タイラー愛理さんっていう芸能人の方が付き合ってて、で取材した時に長友さんが、はいはい、あの彼女のことどう思ってますかって言ったら、まあアモーレと呼んでますとか、アモーレっていう感じのワードが今めちゃくちゃ流行ってんだよ、このワード。流行ってるけどなんやろね。アモーレって呼んでるんだって。か、彼女のこと。そうそう、なんかね、愛しい人的な感じの意味合いがあるみたいで、それで島内ではアモーレっていうとビールがタダでもらえる企画とか、みんなとりあえず酒飲みに行ったらアモーレ行ってみよう。そうそう、スポーツバーとかは今そんな企画とかめちゃめちゃ流行ってますよ、アモーレ今。じゃあこれ最後、行ってから CM に行きましょう。誰ミッドナイトスターさん。お、俺歯磨き粉ガードハロー。ガードハロー主食じゃなかった、そういえば。そうですね、食べてたんだよな。はい、というわけで今回もみんなのドヤ顔素敵だったぜ。 CM
今繋がってる？は？繋がってるの？ということで、はい、ドラゴンアイズ順調にお届けしております、はいはい、今日のビッグテーマは貧乏ということで引き続きメッセージの紹介をしたいと思います。はい、花子さんからありがとうございます。花子です。お茶漬け食べてた。ご飯が少なくてもお腹いっぱいになったよ。ちなみに花子のおばあちゃんはご飯に砂糖をかけて食べてたよ。あ叩いちゃったごめんね。さっきのね、あの貧乏の時の主食みたいな話の時だはずね。意外とさ、なんか甘いやつ入れてる人多いね。あ、ご飯に砂糖かけて食べてたんだ。すごー、おいしいかな。あとミッドナイトスターさん、一応俺貧乏症だからバスタオル使えない。濡れてない場所がもったいない。意味ない。あ、ちょっとわかるかな。あれでしょ、このなんていうの、フェイスタオルでやりたがる男の人は ね、正直髪の毛がないから ね、うん、たださ、バスタオルで拭いた時のあの気持ちよさ、気持ちよさ、ふわふわ感すごいね。すごいよね。あ、なるほどね。いいよね。これなんかすごいシュールなメッセージ、なんだろう、読んでいい？はい。サウルの心さん、おばあのお家の中草生えてる。さっきのあれでしょ、ドヤ顔だ。さっきのやつかな、うん、草生えてる。はい、できてます。買っとこうシュールだね。あ、また貧乏ネタね。はい。ミッドナイトスターさん、はま寿司行く前に水を2リットル飲むよ。切ない早めにお腹空くな。切ない、やばい、寿司食べれんくなるよ。や、切ない。だから食べないためにでしょ。あんまり食べないように2リットル、うん、しかもはま寿司安いもんね。いやいやいや、もう本当にたくさんのメッセージもう紹介しちゃう。もうね、そうね、時間なので、ね、今日のドラゴンダイブアワード、ドラゴンダイブアワード紹介してください。紹介しちゃいます。ね、今日のドラゴンダイブアワード、キラキラしていたコメントをくれたのはこの方です。ひふみんさんからです。ご飯に牛乳ってあごはい、ということでもう一組いますので紹介します、はい、この方です。ミッドナイトスターさんからで、俺口先女抱いたぜ。
ということでこの2人にドラゴンダイブアワードを決めさせていただきました。おめでとう。面白かったね。本当にさ、ミッドナイトスターさ、今多分5巻か4巻ぐらいしてん。本当に面白いメッセージっていうか ね、こう人を引きつける一文を送ってくれますね。今日はひふみさんとミッドナイトスターさんが、私たちが一番今日はキラキラしていたなというコメントでした。他の皆さんもね、面白かったけど ね、シュールな、シュールがいっぱいあったね。ミューズとかも良かったよ。ミューズもね、サウロの心さんの、ミューズせ、ね、ミューズで手を洗おう的な。はいはい、というわけでエンディングの時間がやってきました。早いね、ね、最後までお付き合いいただきありがとうございます。また来週この時間にお会いしましょう。お相手はニーナとミッチと達也でした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺自家製生麺のジョーデーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、皆さん合言葉はドラゴンアイス。また来週、またありがとう。あー、来週のあれ忘れてた、テーマ聞くの。そうね、ね、何しようか、何しようか。フェイスブックで報告します。はい、皆さんフェイスブックチェックイット。はい、というわけでお疲れ様です。今日は100均で延長コード買ってきたから。どういうこと、どういうこと。買ってきたから何なんだろう。ひふみさんの文章見て、延長してって、ふた。面白い、もうみんなラジオって面白い。そうそう、ひふみさん上下ピンクで踊ってた、みんなの前で。そうそう、500名の前で踊ってた。ひふみさんとと、ミッドナイトスターさん、さかけんさん、あの人がさかけんさんなんだね。